あのね、最近困ってることがあってさ、なんかさ、最近さ、私なんか頭悪い気がするんだよ、自分が。いや、なんかさ、お前もともと頭悪いだろうとか今思ったと思うけど、違うわけ。なんかね、本当に脳みそが回ってないっていうか、なんなんだろうね、なんかこう思考能力が低下してるっていうのかな。なんなのかな、なんかね、全然頭が回らないっていうか、なんなんだろうな、なんかね、単純に頭が悪い。なんて言うんだろうな、なんでなのかよくわからないんだけどね、やろうと思ってたことを忘れちゃうとか、なんか約束とかをね、忘れがちになったりとか、あ、そうだそうだ、今日これをやらなきゃいけないんだったとか、そういうのもね、忘れちゃったりとかね、まあ、自己管理能力が低いのはもともとだから、もともとそういう兆候はあったんだけど、それがね、なんかさらにひどい気がするんだよね。そういうことない？あ、ない？あ、そう。あとね、あとなんだろうな。あとなんか、結構、私、いろいろものを考えて、発言する。それ、一人でさ、カメラに向かって喋ってる時じゃなくて、誰かとさ、人とおしゃべりするときに、なんか、なんて言ったらいいかなっていうのを、割と結構考えるタイプなんですよね。こういう風に言ったら、なんか、こういうことになってしまうからとか、こういう風に言ったら迷惑かなとか、こういう風に言ったら不快に思われちゃうかなとか、なんかそういうこといろいろ考えて発言するんだけど、なんかね、なんて言ったらいいのかよくわからなくなっちゃって、するわけ。話してる間になんか何も考えないんだよね。あとなんか、あと人の話を聞いてる時になんかぼーっとしちゃうっていうのが最近よくあるんだよ。ない？そういうのないか。なんか、なんだろうな、学校の授業とかもそうなんだけど、なんかこう先生の話とか聞いてる時にさ、なんか今何も考えてなかったみたいな、今何も聞いてなかったみたいな、そういうのがあるのと、さっき、ごめんなさい、今話、順番が前後しちゃうけど、なんかさ、よく考えずになんか適当なことを言っちゃって、なんか言ってから、ああ、今なんか しまった、今言うことミスったみたいな、なんかそれがあるわけ。なんかさ、そう思いますよねとか言われて適当にさ、そうですかねとか言って、ああ、今、うんって言うべきだのところだったみたいなさ、そう、後からなんかさ、なんだろう、あと1秒早くさ、思考、頭が回ってればさ、なんかちゃんと適切な受け答えができたのに、みたいな、そういう時ってありませんか？ないか。なんか本当にね、なんか、なんだろうな、なんか頭が回ってないんだよね。結構なんかそういうことがあって最近困ってるんだよ。でもまあ、そういうこともね、たまにはありますよ。あるよね。え、ない？あ、ない。まあそう、私だけかな。まあなんかあれよね、まあなんか、今もなんかあれだもん。だって話がさ、もう頭の中で自分が何喋ってるのか分かんなくなっちゃったもん。だから結構なんていうの、その論、いろいろ考えながら相手、誰かと対話するっていうのが、これがね、非常に苦手になってるんですよね。あと、あれ、おしゃべりに限らずだな。なんか本を読んだりとか、例えばなんかインターネットとかでこう文章を読むのもなんかすごい苦手になってて、なんかね、字を目で追っかけても内容が頭に入ってこないみたいなことがあるんですよ。いや、実になんかそういうのがね、苦手な人とか、もちろんなんていうの、得意苦手って人それぞれだから、その程度によってね、あ、私もそれぐらいありますっていう人もたくさんいると思うんだけど、私は、そのおしゃべりとか、おしゃべりじゃないや、さっき言って私が言ったのなんだっけ、私が今苦手っつったのあるじゃないですか。もう本当に頭が回らないんだよね。おかしいよね。だからなんだ、結構なんだろう、空気を読んで喋るとかそういうのは確かにもともとこう苦手な兆候があって、違うね、それじゃないよね。さっき苦手っつったのなんだっけ、忘れちゃったよ。もうなんだっけね。でも、私もさ、でも結構その苦手な部分って多いんですよ。私なんかその なんていうの、こう才能というか能力が偏ってるからさ、なんかみんなが普通にできるようなことを私はできなかったりするわけだけども、本を読むとかさ、その文章を読むっていうのは別にそんなに今まで苦手意識を持ったことはなかったんだよ。だからなんかさ、結構さ、本とか読むのも好きだったし、なんか意外と読むのも早くてね、本とかもさ、昔はこう一冊ね、1時間ちょっとでなんかパパパッとね、読めたんだけど、今全然さ、本一冊読むのにさ、なんかもう3日くらいかかるよね。3日って何時間ですか？42時間？え？違う？もう計算もできない。頭がね、回らないからね。そういうのをさ、朝から晩までずっと夜通しで読むわけじゃないけども、だからその、集中力が続かないからさ、2時間とか3時間ずっと連続で本を読むっていう、これも叶わないわけ。そう。だからさ、もうなんだろう、そう、集中力もないんだよね。なんでだと思いますか？なんかね、よくわかんないよね。なんか、単純になんかこう、生きる力が衰え
ってるんですかね、生きる力なのかな、もうそれもよくわかんないですけどね。うん、まあ、とにかくそんなこんなでさ、最近頭が悪いんだよね。これどうすればいいですかね。まあ、運動してないのが悪いのかもしれないね。そう、あ、やっぱ一日中家にいることが多いですからね。うん、まあ、外出を自粛しているね、あの緊急事態宣言発令区域に住んでいる人間の鏡みたいな生活をしているので、あの本当にね、家もうなんかスーパー行くのもだるくなっちゃって、全然外出ないから、本当にね、もう一日家から出ないみたいな日もあるのでね、用がなきゃ。うん、だからそれが良くないのかもしれないですよね。運動もさ、しないともう脳みそもさ、体も動かない。もう確かに体もなまってるよね。もうこの前、あの、用事があってさ、1日で多分2万歩ぐらい歩く日があったんだよね。こう、あっち行って、こっち行って、なんか隣町のさ、に行って、それから違う町まで行ってみたいな、めちゃくちゃ歩いた日があったんだけど、もうそれでね、もうすんごい疲れちゃったもん。歩いただけなのに。うん。まあ、10キロ、まあ、10キロ、20キロぐらいかな。20キロは歩いてないかな。まあ、結構な距離歩いたからさ、いろんなね、あの、なんか離れたところで用事があるのを1日のうちで回りたかったから、なんで自転車、雨降るかもしんないから自転車じゃなくて歩こうと思ったのかな。それでめちゃくちゃ歩いたりしてさ、それでももう息ハーハーだったから、やっぱりね、運動神経っていうの、体もさ、なまってきてるわけだよね。だからやっぱ運動能力って、っていうか、その、なんていうの、そう、運動能力が適切な、こうさ、ある程度の、やっぱこう、体のさ、体を動かすとかさ、そういうのって必要なわけじゃん。え、そうだよね。君もアンパンチで、アンパンチの練習とかしてるんですか、アンパンマンっていうのは。あ、別にしてるわけじゃないの。なんか、空手道場とかに通ってたりするわけではないと。あ、そうなんですね。あれ、そういえばなんかそろそろアンパンマンの映画公開される？なんかちょっと見に行こうと思うので、ぜひね、あの、劇場に見に行きたいよね。なんかさ、子供向けの映画とかってさ、ちょっとやっぱ緊急事態宣言が出てたりするとさ、クレヨンしんちゃんがまさにそうなんだけど、あの、公開延期されちゃったりするのでね、なかなか見れなかったりしますけど、アンパンマンの映画とかもね、見たいな。なんかやっぱ映画っていいよね。うん。なんか、ダメなんだよね。やっぱ、一日中さ、こう、携帯見てたりするわけ。だからそれが良くないんだけど、なんだろうな、なんかこう、ダラダラした生活をさ、送ってるのと、やっぱこう、スマホがさ、なんか、スマホって良くないじゃないですか、スマホ持ってるのって。だからスマホのさ、電源をさ、2時間切れるっていうだけでもさ、映画を見る、あの、価値があるわけですよ。なんかいつもさ、あ、LINE が来たとかさ、あ、なんか連絡が来てるとかさ、メールが来てるとか、なんかそういうの気になってしょうがないって、別にそんななんかさ、こう、絵に描いたさ、なんていうの、あの、こう、スマホ、なんていうのなんかさ、こう、あの、スマホのさ、依存症に気をつけましょうみたいな、そういう講演会とかで、あの、VTR に出てくる、あの、絵に描いたスマホ依存症みたいな、そんな感じのさ、誰々ちゃんから LINE 来たみたいな、なんかそんなずーっとスマホ見てるわけじゃないんだけど、なんかそれでもやっぱさ、2時間のうち何回かはスマホ見た、なんていうの、スマホが気になったりするわけですよね。まあ、私は別にさ、こう、LINE が来るような友達もいないので、別に LINE をさ、確認することもないんだけども、たらさ、やっぱこうスマホが気になるみたいなことありますからね。うん、まあまあいいや、そんなことはどうでもいいや。だからやっぱスマホを見てばっかじゃいけないと思うんだよね。それで私は、あの、散歩に行くときとかさ、出かけるときにさ、スマホを置いて家を出ようっていう、そういうことをやってたのよ、前ね。な、あの、ずっとさ、あの、スマホと一緒だと、スマホ見ちゃったりとかさ、なんかスマホ気になっちゃったりするから、もう、そういうのも良くないからね。なんか心が落ち着かないし。だから、スマホを置いてね、家出て、外散歩してこようと思ったことがあって、で、スマホを家に置いてさ、2時間ぐらいどっか外行ってきた。そしたらさ、家帰ってきたら不在着信がさ、しかも一箇所じゃなくて、なんかいろんなところから、いろんな、二箇所かな。しかもさ、こう、マジ大事な連絡の電話がさ、何回も来ててさ、そうやってスマホを置いて家を出た時に限ってさ、めっちゃ大事な連絡が来てて、すいません、電話出られなくてすいませんでした。あー、ごめんなさい、みたいな、なんかそういうね、ことがあって、ね、スマホが悪いわけじゃないけどさ、スマホを適切に使えない私が悪いわけですよね。うん、まあ、スマホを見て、うん、でもやっぱスマホを見てるのもさ、なんかこう、健全な人間の発育というのですか、脳みそのね、あの、動き、スマホいっぱい見てると頭悪くなるっていうしね。うん、なんかよくわかんないけど、まあ、とにかくね、頭悪いのが最近の悩みなんですよ。聞いてくださいよ。あ、もう聞いてもらったね。はいはいはい。ごめんな、愚痴ばっか聞いてもらってな。うーん。あ、そう。うーん。